ドイチェス、エッグ河岸に広がる、ブドウ畑モーゼル川は、ヨーロッパのフランス、ルクセンブルク及び、ドイツを流れる、全長 545km の国際河川である。フランス東北部のボージュ山脈に源を発し、ナンシー、メスなどを北へ流れる。ルクセンブルクで北東に転じ、ドイツ国境を流れた後、ドイツのラインラントップファルツ州を横切り、コブレンツでライン川に合流する。 ライン側との合流点はドイチエスエックと称されコブレンツの観光名所の一つともなっている。フランス国内においては地下資源の豊富なロレーヌ地方を流れるためその沿岸に工業都市が発展した。ドイツ国内においてはヨーロッパ有数のワイン生産地域として知られる。モーゼルワインは世界各国へと輸出されている。古代より過酷を利用した交通路が発展していた。 モーゼル川沿いの都市であるトリリアには、ローマ帝国時代の浴場や、ポルタニグラと称される縄文が残されている。かつては、水量が安定しなかったため航行が困難であったが、19世紀末より河川の整備が進んだ、結果、中規模の船舶の航行が可能になった。ありがとうございます。